はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねこちらね、ブロッコリーとかキャベツですね、それらの野菜をですねちょっとねここ100均の不織布に追っかけて育てていました。そんなね秋冬野菜になるんですけれども、追肥がとてもね重要になります。このね追肥をするかしないかによって成長のね具合がね結構ね大きく差が出てきて、特に結球する白菜であったりキャベツの場合はですね肥料が少ないと結球しないってことがねあったりするんですね。なので今日はですねどんな感じで育っていて、どういうふうにですね追肥をしたらいいのかっていうところですねご説明していきたいと思います、ね。せっかくね育てているものが結球ねしなくて、まあ葉っぱでねいただくことはねできるんですけれども、やっぱりですねしっかりとした美味しいね野菜育てたいじゃないですか。なのでそういったねところですねより大きく成長させるためのね今日はですね方法を説明していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。はい、ではですねこちらねかけていますので、ちょっとですね取っていきたいなって思います。すごいねここはですねまだ1回も追肥とかですね植え付けてから特にね管理はしてなかったんですね。でもさすがにもうねだいぶ大きくなってきていますので、こちらね開けていきたいと思います。こんな感じでですねパッカーっていうねものですね、ダンポールですね、こういう折れ曲がりがするタイプのダンポールがあるんですけれども、こういうねパッカーをかけることによってしっかりとですね虫が入らないで、はい、元気よく育っていきます。こういうねキャベツとかブロッコリーとか白菜ですねはアブラナ科系の植物になりまして、結構ね虫ですねに食べられてしまうことがねあるんですね。でもこういうね感じでしっかりとね補強しておくことによって、はい、しっかりね予防できます。そしてしかもねこれ5メートルぐらいの長さになるんですけれども、2枚ですね200円でこれ2つね2枚使っていまして、それで育てていました。なのでそれだけでもですね、しっかりね虫ですね対策ができるなっていうのがね今回ね育てていて分かりました。じゃあちょっとね横の部分ですね土をかけてやっていましたので、この土は取ってしまって、ね早速中の様子を見ていきたいなってね思います。はい、じゃあね開けていきますね。虫がやっぱりね入りやすかったりするので、素早く今日ね作業をしていきたいなってね思います。じゃーん、じゃ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 ーん、はい、見てみてください。これはすごいですね、素晴らしい、これはびっくりです。ここはい見てみてください、こんな感じでねいろんなね野菜育てています。こういうね今もキャベツですね、こちらキャベツになったりとか、あとはですねこちらはですねなんだブロッコリーですね、ブロッコリーを育てていたりとかですね、あとはケールですね、ケールになります。葉っぱがちょっとね縮れているものになるんですけれども、これね葉っぱいただくことができます。そして見てみてください、もうちょっとずつですねこういう風にキャベツがですね結球し始めてきています。すごい立派なキャベツですね、成長しています。はい、素晴らしい。そしてここね見ていただくと雑草とかもねちょっとね出てきています。こういった雑草が入ると、ね、そこから虫とかね発生しやすくなってしまいますので、こういったね雑草系はちょっとね取って畑の外に持っておきたいと思います。はい、見てみてください、こちらねすごいですね、ずらーっとですねいい野菜ですね、どんどんと育ってきています。はい、こちらもね端っこの部分ですね、ちょっと雑草がすごい茂ってきてしまっていますので、こういった雑草は取ってねいきたいと思います。ここは1ヶ月ぐらいですね、一切不織布とか開けないで、まあ虫がねついていないかちょろっとねチェック、上から覗いてねチェックしていたんですけれども、一度も不織布ね開けないで作業していました。そのねおかげもありまして虫も一切ですね不織布になりますので、横から入ることもなかったです。あとはでもね端っこの部分ですね、雑草が結構茂っていますので雑草は取っていきます。はい、こんな感じでね雑草ありますので、ちょっとねどんどんと取ってきれいにしておきたいと思います。結構ねやっぱり端っこの方がですね、特にね何も触っていなかったので雑草ね生えやすいですね。こちら取りました雑草になります、いいですね。そして、このように育ってね来ていまして、もうねまあこのぐらい大きく成長してきたら
ね、いいんですけれども、もっとねこれから大きくね成長していくんですね。なのでここから大きく成長されるするために、追肥ですねをしていきたいなってね思います。追肥の資材としてはですね、今回は鶏糞を使っていきたいと思います。こんな感じでサラサラなね粉のタイプの鶏糞になるんですけれども、はい、発酵鶏糞ですね。ちょっとねあの鳥小屋に行ったような香りがちょっとねしますけれども、はい、これをですねちょっとね、追肥って形で焼けていきたいなと思います。そして今ですねこんな感じで、ね、キャベツですねとかブロッコリーねなっているんですけれども、この根元の部分ですね、葉っぱがここにねあると思います。この葉っぱの先端の部分ですね、この部分に追肥をしてあげると良かったりします。はい、これね100均で購入してきましたけれども、こういうスコップですね、こういったものを使っていきます。はい、ちょっとね遠目から分かりやすいようにちょっと2カメ体制でやっていきたいなってね思いますけれども、今ですねこちらね、あります、こういったところですね、ちょっとねここ見ていただくと茎がですねこのように出てきています。こういった葉っぱとかですねあると結構ねここから虫が湧いてしまいますので、こういった葉っぱはね取るようにしていくと良かったりします。そしてこの部分とかですね見ていただくと結構今ね寒くなってきてるじゃないですか。なので朝露ですね、朝露が出てきまして、こちらねちょっとね水滴ですねがあります。なので水分としてはですね、足りているのかなってね思います。はい、本来なら土が乾燥している場合はお水やりですね、お水やりって形でねあげていくといいんですけれども、今回はね、特にねしなくてもいいかなと思います。そしてここのねちょっと横の部分ですね、葉っぱがこれねあるんですけれども、こういった葉っぱがあるこのちょうど下の部分、この部分まで、はい、根っこが生えていますので、ちょうどこの部分に、ね、スコップを入れていきます。ぐっとね刺してはいいきます。そしてこうすると土ですね、見ていただくと結構ねこんな感じで、はい、黒くですね湿っていると思います。このぐらい湿っていれば水分量ねちょうどね足りています。そしてやりましたらこのね手のひらですね、指の部分ひらですね、この部分までしっかりと肥料をですね乗せまして、だいたいまあ 20g から 30g ぐらいでしょうかね、そのぐらいに対してここにパラパラパラとね鶏糞を、はい、垂らしていきます。そして鶏糞はねやっぱり有機肥料になりますので、虫とかね寄ってきちゃうんですね。なので今このように肥料ねやりましたけれども、こうねやりましたら周りの土ですね、こんな感じで崩して入れてちょっとね肥料蓋をねしてあげる感じですね。そして見てみてください、この部分根っこですね生えてきています。すごいねいい感じに根っこが張っているなっていうのがねわかると思います。はい、こういったね感じで、はい、しっかりとですね、ね、キャベこれはブロッコリーになりますけれども、根っこが出てきていますので、はい、こういう感じでねちょっとね蓋をして、土で蓋をして肥料追肥って形でね一株一株ですねちょっとねやっていきたいなって思います。そしたら隣の部分ですね、ここはタケノコキャベツというねタケノコ型のキャベツになりますけれども、こちらにもですね同じように、スコップとね入れまして、はい、ちょっとね横に倒して、はい、このね隙間ですね、空いた隙間の部分に鶏糞をパラパラとね垂らしていきます。はい、そして戻しまして、周りの土を崩して、蓋をします。あとはねもちろんね横の畝の外のですね土を持ってきて、このように、はい、土でね蓋をするって形でもいいかなってね思います。こんな感じで追肥ですねしていきます。それにしてもですね、タケノコキャベツはですねこういう感じですね、ちょっともうね結球始まってきていますけれども、タケノコ型のですね、はい、ね大きいですねキャベツになっています。まあ、あのこのぐらいね大きければ肥料の、ね、量としては申し分ないかなってね思いますけれども、はい、しっかりとですねよりね大きくしていきたいなってね思いますので、適度にですね肥料をあげていきたいなってね思います。本当すごいですね。そしてこちらは、キャベツになりますけれども、これね種から育てたキャベツになりますが、アマウマというですねキャベツですね。あとはこちらはあれですね、芽キャベツですね、芽キャベツですねになります。はい、すごいね、せっかく、成長ねしていますので、どんどんね、はい、追肥をしてね大きくしていきたいなって、ね、思います。
水分量は申し分ないですね。あとは物によってはですね、このようにまだ小さいですねキャベツがあります。こんな感じでキャベツねなってきまして、これから大きくなろうとねしてきていますけれども、はい、こういったところもですねしっかりと肥料ですねあげていくといいかなと思います。他のキャベツと比べると若干色が薄いかなとは思ったりもしましたけれども、まあそこまでねまだ若いのでそこまで大きくね差はないですね。ではねこちらの部分も追肥って形で上げていきたいと思います。ちょうどねこの横の部分ですね、よいしょよいしょ、穴を開けまして、はい、ちょっとねこんな感じで隙間を作っていきます。そして肥料ですね、このぐらいですね、このぐらいをパラパラっと入れていきまして、はい、蓋をしていきます。ちょっと石ころがありました。そして蓋をしまして OK ですね。土もね黒々としているので、本当水分量としてはちょうどいいかなと思います。はい、ね、こういう感じでね本当ね大きく成長しています。あ、そしてこの辺とかもですねかなり結球ですねしていますね。こういう感じで結球しています。ただちょっとここ見ていただくと葉っぱとかね食べられていますね。もしかしたらこの部分に虫がいたりする可能性がありますので、しっかりと虫がいないかちょっとねチェックをしておきたいと思います。糞があったりしているので、もしかしたらいそうですね。葉っぱの裏とかにねよくくっついていたりしますので、ね、ついていないかねちゃんとチェックをしていきます。大丈夫そうですね。ほんと葉っぱ大きいですね、すごい。はい、大丈夫ですね。はい、ではですね今ね肥料をですね全部あげましたので、もうねこのまま閉じていきたいなって思います、ね。すごくですね立派に育ってねくれました、すごいです。はい、このね栽培方法ですねいいですね。不織布ですねかけることによって段ボールとあとそのパッカーですね、パッカーをつけるだけでできたので、ほとんどね500円ぐらいあればですね5メートルの、はい、場所だったらですね簡単に設置ができるかなってね思います。はい、このように不織布をかけて、これからねまだね寒くもねこれからなってきますので、よりですね甘くですね美味しい、はい、ね野菜育ってねいくかなと思います。ここはブロッコリーキャベツ、はい、このようにふわっとねまずはかけます。そして今ですねこのように少しですねキツキツになってたじゃないですか。なのでキツキツになっていたので段ボールですね少し上に浮かします。はい、少し上に浮かしてあげることによってキツキツにならないで、はい、元気よくね育っていきます。まあ、下ですね、なるべく浮かないようにはね注意しながら、もしね浮いてしまったら、ちょっと土寄せですね、土を寄せて、はい、しっかりとですね虫が入らないように対策しておくことがね大切になりますけれども、はい、こういう感じにですねしっかりとやっておくことによって、上にねつっかえるっていう心配もないですので少なくねなりますので、そんな感じで育ててねいくといいかなと思います。はい、少し引っ張りながらですね、よいしょ。いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですね、はい、ね秋冬野菜はですね追肥が肥料が大好きということでね、ご紹介していきました。これでね、またね閉じておいて虫もそんなにね食べられているところ、まあ、数箇所しかなかったのでこのまま元気よく育っていくかなと思います。でまたね収穫の時ですねいっぱいね育っていましたので、こんな風にですねいただくことを収穫できるかなというところですねご紹介していきたいと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。